さん、こんにちは。今日は2020年9月21日、日曜日でございます。私はね、今ね、京王線のね、調布駅にね、来ております。今回の動画ではね、京王線ね、結構面白い列車がね、運行開始したってね、情報を手に入れたんでね、私はね、この調布駅にやってきました。ではね、今日はね、その列車に乗ってね、府中駅までね、行ってみたいと思います。ではね、皆さん、よろしくお願いいたします。ではね、切符を買っていきたいと思います。府中駅までのね、運賃は160円。私、140円だと思ってたんですけどね、もう、思ったよりね、高かったですね。ではね、買ったところなんで、改札の中に入っていきたいと思います。そしてね、私はホームに降りてきたんですけどね、そしたらね、LED のライトが見えてきました。これね、8000系かね、運良ければ5000系と思いっきりやってきたらね、9000系です。そう、ね、実はね、今回ね、9000系がね、ライトはね、LED にね、更新されました。だからね、今回私はね、この9000系に乗ろうと思ってね、来たわけです。ではね、早速乗車していきたいと思います。そして私はね、乗車しますよ。結構ね、思ってたより混んでましたね。ではね、私は調布駅を発車していきたいと思います。そしてね、列車はね、もう間もなくね、地下からね、地上に出ますよ。はい、そして地上に出ました。ではね、私はね、このまま乗っていきたいと思います。そして、ね、列車はね、西調布駅に到着いたします。向こうからね、対向列車がやってくるんですけどね、あれもね、LED の車両。あれはね、前から走ってるね、京王8000系でございます。京王8000系はもう結構ね、LED に、ね、改造されていますよ。そしてね、列車はね、東京スタジアムの最寄り駅、飛田給駅に到着いたします。この飛田給駅はね、今度ね、来年のね、夏に開かれるね、東京オリンピック、パラリンピックのね、などの影響でね、ホームドアがね、全駅に設置されています。もうこの、飛田給駅はね、快速、環急行か、環急行までしか止まらない駅でね、快速か環急行とか、どっちか、しかね、までしか止まらない駅でね。しかもね、調布より先のね、八王子方面はね、快速とかってほとんど行かないんでね、実質的に、各駅停車しか止まらない駅みたいな感じなんですけどね。それにしたらね、結構豪華な作りですよ。ちなみに向こうにね、止まってるね、8000系が、ね、ちょうど発車するところみたいですよ。8000系もね、ちなみにライトはね、LED に更新されてた気がします。そしてこちらも発車。ではね、私も引き続きに、乗車していきたいと思います。そしてね、列車はね、ちょうど武蔵野台駅を発車したところなんですけどね、この先にね、私がね、最近よく紹介しているね、西武多摩川線の上をまたぐんで、ちょっとそこを映したいと思います。今下通ったのが西武多摩川線なんですけどね。西武多摩川線ね、踏切になってましたね。ちょうどね、電車と同タイミングでね、西武多摩川線の上をくぐるってことはなかったですね。もしかしたら反対の車窓みたいな、地下駅台とかに止まってたかもしれませんけどね。そしてね、列車はね、お隣のね、多摩霊園駅に到着いたします。ではね、目的地の府中までね、残り2駅で、ね、乗車していきたいと思います。そしてね、列車はね、京王競馬場線と分岐するね、東府中駅に到着いたしました。もう私もね、昨日ね、京王競馬場線乗るためにね、この東府中来たんですけどね、まだ今日も来たって感じですね。なんかね、競馬場線もね、列車が来るみたいですよ。
何が来るかな。京和上線で来たのはね、京王8000系。私が昨日乗った時は7000系の運用ですけどね、今日は8000系みたいです。しかもそれもね、ライトは LED で更新されています。相変わらず京和上線の乗車率低いな。昨日朝だからかと思ったんですけどね、別に今日、夕方ですけどね、もう今日も空いてますね。ではね、私は引き続き乗っていきたいと思います。ちなみにここでね、京王京和上線と分岐します。でね、目的地までの府中はね、あと一駅です。そして、ね、列車はね、もう間もなくね、府中駅にね、到着いたします。そして、府中駅が見えてきましたよ。お、なんか LED のライトが見えるな。まだ8000系かな。あ、違う、京王5000系だ。ああ、5000系だ。あれ、5000系だよ。あれはね、改装っぽいですね。多分ね、これからね、新宿まで改装して、そこから京王ライナーが運用つくんだと思います。そして、列車はね、府中駅に到着です。それではね、今からね、車内の紹介をね、したいと思います。って言ってもまだ結構人がいるんでね、ちゃんと紹介できないんですけどね。付近に着いたら一気に人減るかなと思ったんですけど、そうでもなさそうです。まあ、今こんな感じでしか見せられないんですけどね、車内はね、前のやつと変わってませんね。で、これ車内のね、蛍光灯も LED になって、出ますよって書いてるんですけどね。これもね、前からね、一応ね、車内はね、LED だったんで、ね、これもね、特に前と変わりはありませんね。で、外観もね、前のライトがね、LED とか、ペーパーがね、特に変わってません。ではね、ちょっと前の方に行きたいと思います。そして前はこんな感じ。いや、でもやっぱ9000系にね、LED って違和感ありますよね。まあ、慶応に慣れてる人だとわかると思うんですけどね。今ね、ちょっとね、特急発車するので怖かった、あそこ撮っての怖かったんですけどね、発車したんでね、また見たいと思います。で、再びね、観察したいんですけどね。やっぱね、でも、やっぱ違和感あるわ。まあ、慶応に慣れてる人だとね、まあ、ほんとわかると思うんですけどね。今はね、これはね、まだ3編成しかいないんですけどね。まあ、これからね、まあ、もっと増えてね。で、ちなみにこれね、慶応9000系のね、0番台ってやつなんですけどね。都営新宿線とかにも乗り入れるね、300番台ってやつもね、多分これからね、LED 化改造されるものだと思われます。ではね、最後にね、この乗ってきた9000系をね、見送ってね、終わりにしたいと思います。ではね、まあ、この動画はね、ここまでにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いいたします。ではね、動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ねえ、これ動画終わるって言ってね、言ったんですけどね、これ最後にね、ちょっと宣伝だけさせてください。私ね、今回ね、まあ、この府中駅に用事があったわけではないんでね、この後ね、まだ一回改札出てね、また調布駅に戻ったんですけどね、その時にね、乗った電車がね、なんとね、各駅停車調布駅ってね、私も予想してなかったことがね、起きたんでね、急遽ね、まあ、この動画を撮ったんですよ。ね、私ね、この動画を撮るつもりじゃもちろん全然なかったんでね、スマホのその容量がなくてね、さっきの9000系全部使い切っちゃったんでね、
全部ね、デジカメで撮ったんでね、画質は悪いんですけどね、一応ね、この動画もね、あれ、収録、この、各駅停車、調布行きの動画も収録してね、まあ、多分予定ではね、あれ、この動画は、多分土曜日にね、まあ、これ出す予定なんでね、まあ、もし出したらね、まあ、皆さんぜひ見てください。ではね、まあ、この動画ね、まあ、本当にここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。